犬の家。その家は、やばい、と言われている。何軒か家が立ち並んでいる、郊外の宅地の一角にあるその家は、もともと誰が住んでいたとか、何かがあったという話は、ほとんど残っていない。だがそのうち、近隣の家からも人がいなくなり、その一角だけ、人が誰も住んでいないのだそうだ。そしてその家には、奇妙な噂が流れていた。家の中に、お社があるというのだ。何でも奥の部屋にお社があって、何かを祀っているのだという。その噂を聞きつけた若者たちが、その家に侵入を試みることが何度かあったのだが、ほとんどの者は、お社を見つけることができなかった。というのも、その家の中には、野犬が住み着いているとかで、家の中に立ち入った若者が、犬の足音を聞いて逃げ出したとか、はぁはぁという呼吸音を聞いて、慌てて出て行ったとか。そんなわけで、なかなか奥まで行ける者たちがいなかった、というのだ。その家に、今から行きまーす。友人がそう言い放ったとき、ジー君はすでにその家に向かう車中にいた。正直なところ、そこまでの恐怖心はなかったという。むしろ本当にお社が家の中にあるなら、見てみたい、と思っていたそうだ。実際に家に着いてみると、確かに家はかなり古びていたが、荒らされている様子は全くない。犬がいるという話もあったので、獣臭でもあるかといえば、それもない。家の周囲をジー君が見回っていると、一緒に来た仲間の一人が、なんか、酒臭くない、と言い始めた。聞けば、日本酒の匂いがあちこちからしてくるという。誰かがそこら中に日本酒を吹きつけているかのような匂いだそうだ。そうか。そんな匂いしないけどな。バカ、こんな酒臭いのにわかんねえのかよ。その場には6人いたのだが、3人は日本酒の匂いがするといい、ジー君を含む3人は日本酒の匂いなど感じない。と全くの平行線となった。家の勝手口のドアを開くと、日本酒の匂いを感じていた三人はむせ始めた。家の中はまるで酒樽のように日本酒の匂いで充満していると彼らは訴えた。それならお前らここで待ってろよ。俺らは匂いなんかしねえし、大丈夫だから。友人がそんなことを言い、家の中に入っていく。ジー君も後に続いた。家の中は比較的綺麗になっていた。家財道具などもない。もちろん犬がいるような獣臭もない。ただ奇妙なことに、すべての窓という窓に暗幕が張られ、外の光を一切通さないようになっていたのだそうだ。これ、真の暗闇だな。もし、懐中電灯が切れたら。バカ、怖いこと言うなよ。そんなことを言いながら探索を続ける。お社があるという奥の部屋も発見したが、ただの布団部屋で、お社などは影も形もなかった。拍子抜けはしたが、三人の緊張感は高まっていた。というのも、自分たちの他にもう一人、誰かがいる気配がするのだ。暗闇の中で、じっとこちらを伺っているような気配が。その場では誰も言葉に出さなかったが、誰もがそう感じていた。とその時、ジー君の左肩に、誰かの体が触れた。
びくっとした。友人二人は、ジー君の右側にいる。左肩に触れることなど、できないのだ。おい、誰か、いたずらしたか？ジー君が尋ねる。いたずら？ああ、俺の左肩、触ったろ。してねえよ。てか、俺もさっき。え、お前も？三人とも、誰もいないはずの方向から、誰かに軽く触られた、というのだ。とりあえず、なんかやばい。出よう。友人のその言葉で、三人は外を目指した。外に出ると、待っていた三人がえずいている。日本酒の匂いが耐えきれないほどの状況になっているというのだ。とにかく、早く帰ろうぜ。六人は車に乗り込んだ。なんか見たわけじゃないけど、やばい家だったな。ほんとほんと、雰囲気もおかしかったし。そんなことを言い合って帰る道のりで、その時は気づかなかったが、なぜかジー君はその家までの道順を確認していたのだそうだ。その日の深夜、ジー君は目を覚ました。漆黒の闇の中だった。布団に寝ていた。実質はベッドである。布団ではない。とすると、ここはどこだ？手で探ると、自分の足に触れた。泥だらけだった。ここは、まさか、あの家なのか。そういえば、ジー君はその家までの道順を確認していたことを思い出した。俺、なんであんなことをしてたんだろう。布団の外に手を伸ばす。畳の感触。ここは、あの家の布団部屋だ。そう思ったその瞬間。二階から獣のような息遣いと、ドタドタと階段を駆け下りる音が聞こえてきた。え？犬か？緊張で全身がこわばる。四足の足音は階段を駆け下りると、この部屋に向かってきた。どこかの入り口が開いていたのか、足音は部屋に入ってきて、ジー君が布団の外に出していた手の甲をペロペロと舐め始めた。なんだなんだ。気持ち悪いその感触に思わず手を裏返して手の甲を隠した。そうすると今度は手のひら側をペロペロと舐め始めた。違和感があった。この舌の感触。それに暗闇でも気配でわかるこの大きさ。人間か？そう思った、その時だった。寝ている頭の両側面をぐっと膝で締められた。ついで、何者かがぐーっと自分の顔を覗き込む気配がした。そして。ほーんとーにねー、愚かな連中でしょ。そう話しかけられた。女の声だった。そこでジー君の意識が途切れた。次に目覚めた時、ジー君はその家から少し離れたクリーニング屋の前で、両手両足がボロボロにすりむけた状態で倒れ込んでいた。散歩中の老夫婦が見かねて声をかけてくれたようだ。多分、俺も四つ足でかけてきたんだと思います。そこまで。
ジー君はその時のことをそう振り返った。きっと、その家にいたそいつも人間だったと思うんですよね。その家は未だにその場所にひっそりと佇んでいるのだそうだ。